ございます。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日は心理療法内観について話させていただきます。心理療法内観とは、周りの人々についてしてもらったこと、して返したこと、迷惑かけたことの3つを調べて、そしていろんなことに気づき、悩みや問題が解決する、そういう心理療法です。当時30歳ぐらいのお母さんに対して恨みを引きずっておられる方が来られました。なぜかと言いますと、その方はお母さんの不注意で、お母さんがお風呂で髪を洗っていた時に妹も一緒にお風呂に入っていた。でふっと気がついたら妹の姿が見えない。あれと思って指の底を覗いてみたら沈んでいた。慌てて引き上げたけれども時すでに遅し、それからはお母さんはもう妹の面倒につきっきり、俺の面倒なんかちっとも見てくれなかった。だから親の愛情の欲しかった時に俺はそれをもらえなかった。お弁当も作ってくれなかった。お菓子も用意してくれなかった。こういうふうに最初はおっしゃっておられました。でも内観をしていきますとだんだん思い出してくるんですね。お母さんはちゃんとお弁当を作ってくれた。私はそれをお弁当箱に詰めるだけだった。おやつも学校から帰るとちゃんと作ってくれていた。こういうふうに思い出してまいります。そうすると最終日に近い頃には、もし私が親だったら、同じような状況だったら同じようにするだろう。そして最終日、中学生の頃妹さんが亡くなられたそうですけれども、亡くなられた妹さんがこういうふうに話しかけてきたような気がしたとおっしゃっておられました。お兄ちゃん、誰も悪くないんだよ、きっとこれからはうまくいく、ということでですね、その方は非常に明るい顔をして帰っていかれました。今では非常に幸せな人生を送っておられます。皆様方もぜひ一度内観を体験されてみてください。どうもありがとうございました。